どうもお疲れ様です。速稼塾の久保です。今回ねバックグラウンドにありますのが私がねバリ島に行った時の映像なんですけども、これ実はね速稼塾の塾生さんを1回につき20人ぐらい引率して何回もねバリ島の方に行ったり来たりしてるんですよ。もうちょうど感染症騒動の前だったんで2018年から2019年ぐらいだったと思いますけども、非常に楽しい旅だったですよね。もうお金を稼いだ人中心にこのバリ島に行って、稼いだお金をバリ島の銀行にね預金してくるみたいな感じだったです。当時のバリ島の私たちが契約した銀行の預金が 4% とか 5% っていう年利でね、しかもものすごく為替の期待もあって、実は現在ね銀行に預金された方全員利益が出てるんですよ。つまり預金金利がついたのと為替利益がついていて、なかなかねいい感じにこの5年ぐらいですかね増えてるわけですよね。もう多くの方がもうすでに預金したこととかバリ島に行ったこと忘れてるかもしれませんけども、いや毎朝ねこうやって、これ朝なんですけども、みんなでモーニング食べてね今日一日何しようかみたいな感じで市内の観光に行ったりとかね、私なんてのは奥さんも連れて行ったんで非常に楽しい旅になりました。また速稼塾の塾生さんばっかりなんでね、まあ普段皆さんが私のこの動画を見てくださってる方ばかり、いわゆるね大げさに言うとファンの方ばっかりっていうな言い方になりますけどね、本当に皆さんといい関係ができて、まあ嬉しかったなっていうところでございます。ところであれからね何年か経ちますけども、またねバリ島の方に行ってみようかしらって思ってるんですよ。で一応ね10月ぐらいにチケットの見込みと現地の宿泊の、空きの確認ができたんで、ちょっとねどのくらいお金が増えてるのか、預金したお金がね忘れた頃に5年経ってますから、じゃあどのくらいこれがね増えてるのか、それからあとはねキャッシュカード、日本からでも ATM で下ろせるんですけども、これのね更新時期が来てるんですよ。これは現地に行かないと更新ができませんので、BRI 銀行とかね OCBC 銀行でカードを作られた方、口座を作られた方、預金された方、ちょっと思い出していただいて、忘れたこととかね自分の状況はどうなのかなと、どうすればいいのかなみたいなところで戸惑いの方もいると思いますから、こちらの方をまたねいろいろと打ち合わせて、今回は前回と違ってもう個別で行くことになりますけども、どうせならまとまっていきたいなと思うんですよ。一緒に行きませんか、3泊5日バリ島の旅、どうでしょうかね。はい、そんな形の一時情報でございました。後ろで動いてる動画ですけども、当時のねインターネットの状況でこうやってつながりやすくなったりつながりにくくなったり、私の顔が鮮明になったりザラザラになったりとかしてるでしょ。だから光回線のダイレクト通信じゃないんでね、Wi-Fi 飛んでるやつを捕まえてるだけなんで、ちょっと不安定になってるところはあるかなと思いますけども、日本と同じようにね、スマホとかも使えますんで、不自由はないですよ。街中インターネット、バッチリ通ってますからね。はい、ということでね、今回はそんなお知らせにさせていただきます。またこの件につきましては放送しますんで、あ、そういえば、バリ島行ったな、どうなったのかな、あれからっていう方はね、ぜひね、ご自身のお金が、どう増えてるのかって話ですから、楽しみに確認をしていきましょう。それでは今回以上です。お疲れ様です。